皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学2年生の理科、回路と電流について説明してみたいと思います。回路を流れる電流は、実際では、ね、水が流れる、ね、水の流れる量をイメージすると分かりやすいです。ではどういうことかというと、例えばこちら直列回路ですけれど、ね、水がもし、これ電流じゃなくて水を流したとします。ここから100リットルの水を流し出しましたと、あというところを取るのはやっぱり100リットル、ずっと100リットルの水はイのところも通って、ウのところも100リットルの水が通って、このマイナスの方に来るという、こういうことなんですね。実際には例えばここから10アンペア流れたら、アのところも10アンペアの電流が流れ、イのところも10アンペア、ウのところも10アンペア流れて、マイナスの方に流れていくということです。ですから、ア、イ、ウ、どの部分でも電流は、ね、等しい。これが直列回路の特徴になります。これに対して、並列回路ですね。ここから10アンペア流したとしましょう。10アンペア流したと、ここでは10アンペアそのまま流れますけれど、ここに来て2つに分かれます。上にもし4アンペア行っちゃったら、10アンペアのうちこっちに4アンペア行ったので、こちらは残りの6アンペアになりますよね。つまり10が4と6に2つに分かれるんですね。また2つ足したらこの10アンペアと同じになるんですけど、そしてこちらを4アンペア流れて、6アンペア流れて、ここで1つになると、4アンペアと6アンペアが1つになったので、また10アンペアになりますね。で、10アンペアの電流をこちらを通って、このマイナスに流れていくということですね。つまり、こちらでは、この I1 という量の電流は、I2 と I3 という2つの量の電流に分かれて、そしてまたここで1つになって、ね、I1 と同じ量の I4 という電流が流れてマイナスに行くという。こんなふうな、流れになります。では実際の、ね、電流の量、ね、を使って、ここで練習の問題を解いてみましょう。図1はこれ直列回路ですね。分かれているところがないですね。枝分かれしているところがないということは、プラスが分かれていた 300mA の電流はアのところ、アを通るときは 300mA、そのまま 300mA、300mA ということになるので、ア、イ、ウのどの点も、ね、300mA、で、ここも 300mA、ここも 300mA の電流が流れていくということになります。ではこちら。ね、ちょっと複雑な並列回路ですね。プラス側から、ね、長い方プラスでしたね、プラスから500mA の電流が流れていきました。 A のところはまだ分かれていないので、ここは、そのまま 500mA が流れていますね。ここに数字をちょっと書き込んでいってみましょう。ここが500になりました。で、 O のところに行くんですけれど、ここのところで2つに分かれますね。で、こちらを見ると、ここに 100mA と書いてあるので、ここの点で500のうち100がこちらに行ったということですね。ということは、残り500のうち100行ったんだったら、こちら側に 400mA、ね、が流れていったということになります。O のところは、ここは 400mA が流れていったと。そして 400mA がここでまた2つに分かれます。下のところに 300mA って書いてあるので、400のうち 400mA のうち下に 300mA いったということは、残り400の残りの 100mA が下のところを通っていくわけです。下は 100mA ですね。
そして300がずっと行ってまだ一緒にならないので木のところでもこれはやっぱり300ミリアンペアの電流が流れていて、ここ300ですね。でここ、100来てるのでここです100と300が一緒になって、ね、ここ足し算して400ミリアンペアがここからここで400になるわけですね。行って黒のところ、ね、ここも400ミリアンペアの電流が流れていくということです。そして400と上からここに100来ていますから、この400とこの100がここの点で一緒になります。ということはここは500ミリアンペアが流れていくということになりますから、毛のところは500ミリアンペアの電流が流れているということになります。で電流の流れる量はこのような考え方で求めることができます。よろしいでしょうか。皆さんはどうぞこの動画を参考に問題集の問題などに取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。